の底を振り返って手応えとかフィーリング聞かせてください。今回はですね、ちょっと新型車両ではちょっと走ってなくて、今まで使ってた車両で走ってるんですけども、今までの8体で使ってた車両のセットの状態で、まあ、新しくなったタイヤとかのフィーリングの確認と、まあ、実際に 1000cc に乗るのが8体ぶりだったので、まあ、体慣らしと目慣らしというのも兼ねて、まあ、走行に、ね、依存でたっていう感じですかね。その確認の段階ではご自身ではどうですか、手応えとしては。そうですね、去年よりもフィーリングすごい良くて、まだタイムには反映されてないんですけれども、まあ、これから本番にセットをどんどん煮詰めていったら、まあ、どんどんタイムも上がっていくかなと思います。中島選手のチーム2人で交代して走ってらっしゃいましたよね。そうですね、まあ、来年って今年の8体に見据えて、まあ、ライダーの人選も含めて、まあ、ポジション合わせ もう早めからしていこうということで、もう何ですか、他のチームは、ね、2台とか1人で1台のバイクだったんですけど、僕らはまあ1台のバイクをシェアしてっていう形をとっていました。8体に向けてまだまだ少し時間あると思うんですけど、期待してます。ありがとうございます。頑張ります。